はい、こんにちは、116ウィンズです。昨年は7年連続となる ALCS にまで駒を進めるも、同じテキサス州に本拠地を置くレンジャーズに敗退してしまったアストロズ。今季ここまで目立った補強はありませんでしたが、ついに大型補強に出てきました。アストロズは今日パドレスから FA となっていたリリーフピッチャージョシュ・ヘイダーと5年総額9500万ドルの契約に合意したと複数の記者が報じましたね。昨日アストロズがヘイダー獲得に向けてプッシュしているという話が出ていましたが、あっという間に契約合意にまでこぎつけたと。ヘイダーは昨年オフにエドウィン・ディアスがメッツと結んだリリーフ史上最高額である総額1億200万ドルを上回る契約を望んでいるとされましたが、今回の総額は9500万ドルということで、惜しくもそこには届いていません。ただディアスの契約に後払い分が含まれていて、契約を現在価値に直すと後払いが含まれていないヘイダーの契約の方が高いそうで、そういう意味ではヘイダーがリリーフ史上最高額とも言えるとのことです。ヘイダーといえばブルワーズ、パドレスでの印象が強いですが、マイナー時代の2013年から2015年まではアストロズに在籍していたこともあり、今回の契約によってアストロズ復帰を果たしたことにもなりましたが、今回の動画ではこのアストロズとヘイダーの契約を中心にお話していこうかなと思います。今季ブルペンの FA 市場ではナンバーワンの存在であったヘイダー。2017年の MLB デビュー以降、MLB 屈指のリリーフピッチャーとしての活躍を見せ、ブルワーズ時代に最優秀中継ぎに相当するトレバー・ホフマン賞をすでに3度受賞している現在29歳の左腕です。支配力に関しても本当に MLB 屈指と呼ぶにふさわしい選手で、昨年は61試合で防御率 1.28、 2022年が途中ちょっとらしくないパフォーマンスが続いてしまったんですが、昨年のピッチングでその不安は見事に払拭したと言ってもいいでしょう。フォアボールはそれなりに許すんですが、とにかくどんな時でも三振を奪えるのが強みで、全打席に占める三振の割合が通算で驚異の 42.2%。 昨年も全リリーフ中5位となる 36.8% を記録していますし、また昨年のヘイダーについては打球指標の良さも際立つ選手ですよね。非バレル率 4.4% は MLB 上位 8%、 非ハードヒット率 28.3% は MLB 上位 3% ということで、基本的にヘイダーが出てきたらゲームセットです。で、今回ヘイダーが加わるアストロズですが、ブルペンの強さも光るチームですよね。直近2シーズン合計のアストロズブルペンの成績がご覧の通りとなりますが、ファングラフ算出のウィンザーブリプレイスメントは MLB30 球団のブルペン中5位、防御率 3.20 は MLB3 位、 FIP3.63 は MLB 4位、 K%27.3% に至っては MLB 1位と、もともと支配力もあるブルペンとも言えますかね。 WPA も MLB 4位ということで、ブルペンがしっかり勝利にも貢献しています。アルトゥーベがクラッチヒットを量産したりですとか、アルバレスが無慈悲なホームランを打ったりなど、そういったイメージもまたあるアストロズですが、ブルペンがしっかりとしていることもまたアストロズの強さを支えてきた部分は大きいのではないのかなと個人的には感じているところです。しかしそんなアストロズブルペンですが、今季ピンチを迎えています。昨年71試合で防御率 1.71、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーブリプレイスメントで 2.5 の好成績を残したヘクター・ネリス、同じく68試合で防御率 3.00、 ウィンザーブリプレイスメント 1.1 を記録したフィル・メイトン、この2人と比べたら昨年の成績こそ劣りますが、2022年は59試合で防御率 1.15、 昨年は55試合で防御率 4.09 の成績を残したライン・スタネックの3人が今季一気に FA を迎え、全員退団の可能性があると。一応3人ともまだ今季の所属先が決まっていない状況にありますし、再契約の可能性自体は残していますが、全員が戻ってくる可能性はかなり低いでしょう。また加えて、昨年の夏のトレードデッドラインで獲得してきたケンドール・グレイブマンが先日肩の手術を受けたそうで、今季は全休の見込みであると発表。となるとブルペンの主力クラスが昨年の終わりと比べて一気に4枚も抜ける可能性があり、ブルペンの質と量ともにダウングレードする恐れがある中で、アストロズがブルペンをどう構築しているのか気になるポイントではありました。そういう状況下でヘイダーという強力なピースが加わることになりましたね。アストロズにはずっとチームのクローザーを担ってきたライアン・プレスリーがいますので、ヘイダーが加わった今どちらがクローザーをやるのかは定かではなく、個人的な予想ではあるんですけれども、ヘイダーを場面に応じて柔軟に使った方が彼の支配力をより活かせそうなのではと思っていますが、まあ少なくともその2人と、さらに昨年72試合で防御率 1.75、 これまた支配力に定評のあるブライアン・アブレイユが勝ち試合を任されるのはほぼ間違いないかなと。全員投げられる日においては、ゲームの7回以降の布陣はかなり盤石になったと言えるでしょう。プレスリーも現在35歳で徐々に支配力が落ちてきている中で、来年2025年がアストロズでの最後の年となる可能性もありますし、その後はヘイダーとアブレイユの2枚看板でやっていく側面も含んだ契約という印象も受けました。ブルペンの陣容に今までと比べて少し不安があるチームに、ヘイダーというこれ以上にないオプションが加入したわけですが、ただ同時にヘイダーの加入はアストロズのこれまでの運営方針を考えますと、少し違和感のある契約でもあるのかなと思った部分もあります。まずヘイダーが加入したことで、現在のアストロズはめちゃくちゃブルペンに資金を投じることになります。アストロズは分析力を駆使して選手の強みを見出すのがうまく、ブルペン作りにおいてもアブレイユみたいな存在が出てくるのもそうですが、ツインズから移籍後のプレスリーの改造、ネリスやモンテロ、スタネックなども復活させましたし、メイトンもかなりの水準にまで引き上げたりと、FA のブルペン市場で大型契約出さなくともいい選手はちゃんと発掘してきたチームです。そういうことが本来はできるチームですので、ブルペンへの資金投入は少し控えめにして、その分を他のポジションに当てられる編成面の優位性を持てる
るはずが、昨年オフにモンテロに3年契約を与えたのを皮切りにグレイマン、ヘイダーと獲得し、で元々いたプレスリーも現在は契約的にも安くはないので、この4人合計で今季5350万ドルものお金をかけることになると、でそれだけ資金を投じている割には、もちろんこの後補強があるかもしれないとはいえ、まだブルペンのデプスの問題は解決していない。勝ちパターンの3人を除くと未知数な部分も大きいですので、最初にヘイダーを狙っているという話が出た時からどこからしくないなぁとは思ってしまいました。またそもそもとしてアストロズが FA 市場で大型契約出すのも今までとは異なる動きであるかなと思っていまして、実際ジム・クレインがアストロズのオーナーとなった2011年以降で、今回のヘイダーとの契約が FA 選手に対するものとしては最高額だそうです。アストロズが王朝を築き始めてからのチーム編成は、育成やトレードでの補強を基本とし、 FA 選手の獲得はチームの中心に据えるためというよりも、空いているポジションの補完的な意味合いとしての使い方が中心でしたが、今回は契約規模的にもそうではないですよね。しかも一般的に成績の振れ幅が大きいリリーフピッチャーとの大型契約というのもかなりのリスクテイクをしてきたなと。またアストロズは徐々にペイロールも増大してきている状況にあり、今回ヘイダーを獲得したことで、贅沢税計算上のペイロールはファングラスの推定によれば2億5400万ドル、アストロズはこれまで贅沢税を一度も支払ったことがないチームでありますが、今期の課税ラインである2億3700万ドルは優に超過し、なんならペナルティが上がる2つ目の敷地2億5700万ドルにも迫ってきている状況です。こうなると同時に気になるのが、迫り来る主力選手の FA に耐えられるのかという点もありまして、今季オフにアストロズはホセ・アルトゥーベとアレックス・ブレグマンの2人が一気に FA となる予定です。アストロズのダナ・ブラウン GM は以前2人と契約延長したい意向は示していましたし、アストロズのフランチャイズにとっても重要な選手たちであることは間違いないでしょうから、契約延長に向けた交渉は行っていくんでしょうが、来季以降のペイロールも徐々に重くなりつつあるので、どこまで耐えられるのか、本当に2人とも残せるだけの余裕があるのか、2025年オフには今度はカエル・タッカー、フランバー・バルデスの2人の FA も控えていますので、そちらのことも気にしなければいけませんし、編成の上でも難しい問題が残っているのかなと感じています。という感じで、今までのアストロズと比べたら今回のヘイダーとの契約は少しらしくないなと思いつつ、一方でアストロズとしてはそれだけ今に全力という見方もできるでしょうか。先ほども触れましたが、今後どれだけ今の主力選手を残せるかが不透明で、かつマイナーも枯れ気味なわけで、今後どれだけ強いチームを作れるかやはりわからない部分が大きいと。そうであれば、今間違いなくリーグの中でもトップクラスにあるチームを、将来のリスクを取ってでも最大限強くして、今年2024年に世界一を奪還しよう、そういう考えに基づいているのかもしれません。果たしてその思惑通りとなるのか、そしてアストロズの未来はどうなっていくのでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。